彼らが思うがままに育ってる様子によって動く感じっていうんですかね、測れないものに振り回される花屋っていうのがすごくちょうどいいな。香りとか季節感を感じられるようなものを極力入れて、お花の記憶として香りも含め残るような仕事がしたいなとは思ってます。人間が思いつくいろんな都合のいい事情に合わせて作んなきゃいけないっていうほどの花屋になりたいってわけではないなっていうのに気づけたので、できるだけの量をできるだけの人たちに届けられる分だけ育ててお届けして、結果それがまた土に戻ってっていう、その全部のサイクルの中に自分たちが関わっていくことで、自分たちにしか作れない色ですとか表現とか花屋があるべき方法っていうのが見えてくるんじゃないかなと思っていて、この職業をしているのでもう手のあれとか手が素敵とかっていうのはもう全て諦めの境地にいることが多くて、でもライトはすごく使いやすくってサラサラ伸びやすいんですよ。心地いい香りだったので、もう花作りながらでも嫌な匂いではないですし、逆に気持ちいい香りだから伸びも良くて、私は個人的にすごい好きでした。一緒にいたいと思ってもらえるような人間になりたいなっていうのがお花屋さんをやるにあたっての一番の理由だったと。花が好きというふうに言いたいんですけど、花が好きの半分以上、それよりも多分自分が変わりたかったっていうのはすごく覚えています。私なんかどうせ何やってもダメなんだろうなって思う時期で、ダメだから頑張ろう頑張ろうとする方向性っていうのが多分間違った方向でやればやるほど自分の体が蝕まれていくというか、自分探しをずっとしていた中でたまたまたどり着いたのがお花屋さん。花が常に近くにある職場ではあったので、どの業種も何かしら多分訴えかけるような要素はあったんでしょうけど、それに気づく暇もなく、多分ちょっとずつ盲信じゃないですけど、それでいつの間にか多分気づけるようになったタイミングで、だんだんその自然なり花なりってことたちに気づくどころか、なんか自分が吸い寄せられるようにその職業になっていったっていうような気は今になって振り返ると思いますけど、花屋の存在する仕方っていうのが多分変わってこなきゃいけなくなってるんじゃないかなっていうのは、まあ、この温暖化も含めていろんなことが教えてくれてる、今変わりなさいよって言ってもらってることなんだなと思っていて、その彼らが思うがままに育ってる様子によって自分たちが動く感じっていうんですかね、なんか測れないものに振り回される花屋っていうのがすごくちょうどいいなと思って、都会にある花屋だからこそ都会らしくというわけではなく、なんか違う方法があるんじゃないかなって今はすごく模索まだしてる最中です、でも変わんなきゃいけないと委ねるような形で花屋として生きていきたいなと思います。たまたま今回一人産休として入りたいって言って、その子はサステナブルとか食材云々なんて何も気にしない子だったんですね。ただその10ヶ月の期間の彼女の変わりようというか、だん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 気にするようになってきたっていうのを見てて嬉しくはなってきて、彼女にとっても子供にとっても安心なものとしてあげられるんじゃないかなと思って。